ポンです。はい、今日は皆さん、ガールストレンド研究所はご存知でしょうか？ご存知って言っちゃった。まあね、ガールストレンド研究所とあとはダイソーがコラボした商品って結構何段かこうあるじゃないですか。これ何だ、今回何段になるんですかね。まあでもとりあえず今回も新しく発売されたので、今日は新商品を買ってきました。まあでもね、買ってきたって言ってもね、全部ではないです。いや、なんか今回はこう写真をねパッと見た感じ、シンプル系で揃えてあるのかなって感じですね。めっちゃ可愛かったです、そこのコーナーが。じゃじゃーん、袋がこちらです。あの、東京にないんですよね、私たちが住んでた東京になくて。いやさ、一番大きいわけよ、でもダイソーはすごく。なので新商品がいつもないんです。だから前のガールストレンド研究所もなんか見送りしちゃったし、さすがに今回はめっちゃ可愛いから買わないと思って梅田で買ったものになります。ちょうどね、関西に行ったんで買ってきました。この時おしっこしたくて、なんか買いたいものを買えなかったっていう。ちょっと謎に思ったこと言っていい？買ったっけ？買った記憶ないんだけど。てかこの大きさじゃないんだけど、うちカンバッチ、買った覚えないんだけど、うち怖っ。はい、まず最初ね、こちらの、これもガルトレとダイソーがコラボしたリボンですね。これはね、ピンクリボンです。大きいピンクリボンと、あとはなんか細いピンクリボンって感じです。で、これまであと黒もありました。いやさ、あの黒かこの色かすんごい迷ったのけど、いや黒も買った方が良かったのかなと思ったけど、まあいいやと思って。うわ、めっちゃ可愛い。まずこれね、細いリボンです。ででーん、まあね、本当に普通だよね、普通のリボンだよね。なんか縦線が入ってる感じの、これだよね。なんかさ、よくさ TikTok とかで流れてくるんだけどさ、なんかかぶせてリボンにしてる人いるよね。けど色が一緒すぎて微妙かもしれない。これはレースですね、レースっぽい感じのリボンです。いや、うちね、このタイプのねリボンめっちゃ好きだよ。ちょっとこう透ける感じの。でとりあえずなんかリボンって何に使うかよくわかんないけど買ってきました。まあね、こういうのもあるよという感じですね。あとなんかね、雰囲気作りにも使えるのかなって思う。なんかこうやって置いとくだけでもね可愛いと思います。それで写真を撮る。え、でも黒も買ってくればよかったなって思ったね。これはね100円です。そしてこちら、これなんかね、友達がなんかこれ可愛いって言って見つけたものです。いやさ、なんかリボンがねこうやって3つ整列してて、メッシュタイプのポーチです。でこれはなんと200円。はい、こうなってます。いやさ、なんかさ、めっちゃ可愛いなと思って、こうなんかリボンがついてるっていいと思う。あとこういうポーチってうち全然持ってないからね、ありがたいです。櫛とかね、これダイソーで買いました、梅田の、しまえると。いやね、このポーチは結構一目惚れした。なんかね、このバージョンのピンクはないけど、ここのリボンが、このチャックの部分に1個リボンがついてる種類はありました。え、でもうち見た時これしかなかった。そして次にこちら、ででん、フェイスブラシです。200円。こうなんかブラシってさ、何かと使うから買ってきました。で色がグレー、ベージュ、ピンクがあります。でユッポンはピンク買ってきました。いやさ、なんかベージュとピンクを迷った。でこのブラシはアイシャドウブラシとチークブラシ、フェイスブラシのこの3種類があります。あ、待って、ね、めっちゃ可愛い。ほら、すごい可愛くない？もうここはゴールドでピンクでブラシっていうのがいいね。あとさ、結構ね、あの持ち手はね短いんだけど、いいね、逆にありやすい。あ、にゃんにゃんみたい。え、ね、気持ちいいよ。ね、触って。ね、思ったでしょ。いや、これ本当気持ちいい、触ってみ。そして次人参、こちらです。これはカードフォルダーですね。2段40ポケットチャック式ケースって書いてあります。でこれもね、いろんな種類があって、あ、すみません、いろんな種類じゃないです、2種類あって、ピンクがあります。ピンクと白があるんですけど、ユッポンは白にしました。皆さん、これですよ、おたくさん必見ですよ。これまずこれが表、裏は真っ白です。本当におたくさんもぜひこれゲットしていただきたい商品です。いきます。まず開いたらこうやってね、ポケットが2つあります。トレカサイズですかね、か、まあこうやってここです、上から入れる感じでね、ここから入れる感じです。裏も、あ、裏はここだ、裏はここからって感じでこうあって、
を入れれる。で、最後のページにこれチャックがついてるんですよ。こうやって。だからここに今缶バッジとか、ほら結構ライブ行く時にさ、交換するやつとかって入れてる方多いと思うんですけど、そういう時にトレカとかカードとか、それだけじゃなくて、他にもなんか入れれるってことだ。いっぱい買ってくればよかった。待って、めっちゃ便利じゃない？しかも、正四角形？ジェミネ正四角形だから、色紙とか。で、カードフォルダーもう一個あって、まずこの2段40ポケットと、あとは1段60ポケットもありました。だからあれはね、長細い感じだ。こういう感じの、でこうパッカパッカって開く感じだね。1段ってことは、あれだね、これは2段じゃん。これだけってこと、ほんとこのサイズ。このサイズ。まあでも、ユーポン的にはこっちの方がいいかなって思う。なんとなく。けど、ちっちゃい方持ってきたいっていう方は、荷物になるしね。だからそういう方は多分向こうの1段の方がいいのかなっては思います。でピンクもあったけど白の方がいい、うち的に。そして次に巾着袋です。あ、まず種類を説明すると、ホワイトとピンクとベージュと黒があったんですけど、ユーポンこの3つにしました。でちっちゃい巾着袋のベージュ色もあって、マーポンにお使い頼まれたんですよ。ちっちゃい巾着袋買ってって。でもうちこっちのことかと思って、だからちょっとね、またね、見つけたら買いたいと思います。まずこれベージュで、お値段が200円。ほら可愛いよね。なんかなんだろう、質がね、ふと言いますか、これはナイロン、水がはじ、なんか水に強そうな感じですね。はい、こうなってます。でここの紐の部分が黒。はい、中がこうなってます。でね、こんな感じにすごいね、いっぱい入る大容量の巾着袋なんで、まあ、お泊りするときにパンツ、靴下とか入れるのもいいと思います。で、絞るとこうなります。え、めっちゃ可愛いんだけど。で、これでね、女子力の高い女子たちはこうやるです。ユーポンやらないけど。はい、ということで全部結んでみたんですけども、まずこれベージュ。いやー、こうやってリボン結ぶとね、かわいいね。ほら。で、ホワイト。ホワイトはなんかね、プレゼントみたいな、記念日のやつ、なんかもう多分プレゼントみたいな。いや、でも本当にね、白もかわいいね。こう白と黒っていう組み合わせがもうユーポン大好きです。タグもね、黒と白ってね、おしゃれね。それで次こちらピンクです。でピンクと黒もいいね。とりあえず黒って何でも似合うと思うんだよね。いや、ピンク本当に女の子。結構ね、このピンクね、うちめっちゃ好き。なんだろう、綺麗なピンク、薄ピンクっていうのがね、いいね。いや、巾着袋、ほら、いやさ、黒買ってこなかったんだけどさ、もうなんかプレゼントもらっちゃった気分だもん、うち今から。今からプレゼントあげますみたいな。まあね、大きいから何かと使えるんではないでしょうか。まあね、靴下とかでもいいと思うけどね、お泊りとかによく使えそう。そして続いてプラザです。まあね、可愛い続きにいいんじゃないかなと思って、こちら紹介します。まあね、これ何かと言いますと、もしかしたらプラザに行った時に会ったとか、多分ね、分かる方もちょくちょくいるんじゃないかなと思うんですけども、見てください。ででんででん、はい、こちらのポッキーです。そう、このポッキー何かというと、なんかね、なんつった、手のひらサイズのポッキーです。そのままですね、手のひらサイズのポッキーで、そう、 うちね、中が気になってしょうがないんですよ。パッケージ見て、とりあえずなんかね、かわいいよね。どうしてもね、中が気になってしまうわけです。普通のポッキーと同じく袋に入っているのか、どう入っているのかがすごい気になったので、今日は開けていきたいと思います。じゃあまずいちごからいきましょうかね。はい、まずね、いちごがこうなってます。いやね、もう全体的ピンクでね、かわいい。中が気になるんだけど、てべん、あー見て、中もかわいい。ほら、中もポッキーみたいな跡がある。で、こうなってます、袋。ってことは全部こういう袋の中に入ってるってことだ。パッケージと一緒だね、色は。で、中よね、あとはポッキーどうなってんの。ほんと普通、こうやってね、普通に短くなっただけです。うん、あ、うん、まっ、いちご一番好きかも。気になるこちらいきましょう。皆さん、これ何味だと思いますか。名前書いてた。でん、正解はメロンです。メロンポッキーってなんじゃ。待って、かわいいよね。てかメロン要素一個もないけどね。ねえねえ、メロンメロンメロン、うちメロン大好き。うん、あ、
の皆さん間違えた、夕張メロン味でした。夕張メロンはねマジ美味しい、ね、めっちゃ美味しい、やばい、ね、本当やばい、ほっぺが落ちた、いちご越したかもしんない。であとこれね、ミルクチョコレート、これは定番のポッキーなので、まあ開けなくてもみんな味は分かると思うので開けないでおきます。あとこれグレープ味です。見てカラーがユーポンカラー、ありがとうございます。おしゃれね、飴だよこれ、匂い、たまにねるねるねるね、でも美味しいよ。まあけど美味しいよね、なんかほらこれポッキーのさ下ってさちょっと甘い感じのなんかクッキーっぽいサクサクじゃん。でそれにちょっとぶどうのねさっぱりした味が混ざって、まあ、美味しいですこれは。で次抹茶です。抹茶は抹茶なんでこれも開けないのきますね。抹茶は抹茶なんで、で次がねスイートポテトです。そうなんかスイートポテトのイラストね、さつまいもでもねスイートポテトの色がねすごい可愛いの、ねえねえすごいいい匂い、大変なんだけど、どれ、うまい、普通に美味しい、あ合うね、おいしい、いいね、やっぱポテトってさ何にでも合うんだね、やっぱりポテトはすごいわ。であとねこれね1箱につき14本のポッキーが入ってます。ゆうぽんおすすめポッキーの味は、全部食べてないから言いようがないんだけども、とりあえず多分これはね美味しいんだよ記憶上、これは絶対美味しいから、もう定番だからね。じゃあこの3つから選ぼうぜ、じゃあこの3つから選ぼうじゃん。多分ここはね大体定番だからみんな大好き、抹茶もチョコもイチゴも大好きだからここだよ。だってグレープとか今までありましたっていう、グレープメロン、グレープメロン、スイートポテト、この3つどれが美味しかったかいきたいと思います。大体皆さん予想はついてると思いますが、メロンです。まあね、どれも美味しいんだけど、ユーポン的にはメロンが美味しかったです。まあ、メロン好きっていうのもあると思うんですけど、なんかね、最初合うかなっていうのは心配さ、この中で。メロンと思って。ちょっと食べたらあらびっくり。メロンが美味しかった。ということで今日はダイソーとプラザの購入品を紹介しました。いやね、ダイソーも、もう並べたらわかるんだけど、結構シンプル系で統一されてて、かわいい。とりあえずかわいいです。で、ポッキーもね、もう、ね、なんだろうっていう、デザインがね、ユーポン的にめっちゃ好きです。あと味も美味しかったしね。ということでね、気になった商品がありましたら、よかったら皆さんも参考にしてみてください。ではご視聴いただきありがとうございました。メインチャンネル、サブチャンネル、ユーポンの休み時間、チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、9LOVE、TikTok の方もフォローよろぽんです。では、おつぽん。